毎度フローターパイロットのヒロボーです。これからプニャクラのスイミングテストを行いたいと思います。果たしてうまいこと動いてくれるんでしょうか。それではヒロボーテストを受けます。それでは丸一番あなたの指見せて。丸一番ウェイトは 14g です。それでは丸一番のあなたの浮き姿勢見せて。ドン。おお、こういう感じですね。それではドボーンと言って浮いてから、おお、プルプルしてるぜ。おお、すごい。素晴らしいんじゃないでしょうか。かなり嬉しいです。やった。浮いてからブル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 っと、浮き上がりが、そしてデッドスローフローティングですね。大成功だと思います。やったね。それでは2番のあなたの泳ぎも見せて。丸2番ウェイトは 13g です。では2番のあなたの浮き姿勢見せて。ドン。こういう感じですね。それではヒュードーンといって浮いてから、あー、これはいまいちかな。ラインアイの位置を変えてみたいと思います。それではラインアイの位置を変えました。ドーンといって、おー、いいですね、いいですね。いい。スローフローティングです。ヒュードーン。ブル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 、いいですね。大成功じゃないでしょうか。やったね。それでは3番あなたの泳ぎ見せて。丸3番ウェイトは 16g です。さて尻尾つきはどうなんでしょうか。ドーンといってから浮いて、おー、すごい、おー、すごいぞ。おー、水の泡がすごい、バブルがすごいぞ。バブルがすごい、尻尾からバブルがすごい。なんだこりゃ。おー、なんでこんなバブルが出るんやろ。すごいな。いいんじゃないでしょうか。ブル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 。こんな泡が出ると思わなかったですね。思わぬ副産物ですね。やったね。大成功だと思います。ドン。さあ丸4番、最後あなたの動き見せて。丸4番ウェイトは 15g です。丸4番の動き姿勢見せて。ドン。これもいいですね。それではヒュードーンといって浮いてから、あー、ちょっとラインアイが歪んでますね。修正します。ラインアイを修正しました。ドーンといってから、おー、いいですね。ブルブルといってスローにフローティング、ブル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 、ドーン、ブル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 、かなり嬉しいですね。ブル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 、大成功だと思います。やったね。どれもこれもいい動きになりました。皆さんのおかげです。今後もご指導のほどよろしくお願いします。これでガードシステムをつけてスキッピングで奥まで入れて引いてみたいですね。大活躍しそうです。それではポニャクラ大成功。ご視聴おきに。それでは一応リアフックを取ってみての浮き姿勢です。ドン。こっちの方が浮き姿勢としてはいいですね。泳がなかった時の対策として、スナップにシリコンラバーを巻いてみたいと思います。スナップにシリコンラバーを巻いてみました。それでは
見せて。ドン。おお、こんな感じですね。ダメな時はこれでスイミングテストをしてみたいと思います。